ブラジルとレバノンのハーフ、ワケド・ファジレです。10年ぐらい日本に住んでいます。よろしくお願いします。今は何やってるの？学生？今はモデルやってます。モデルなんだ。モデルと女優もやってます。演技の勉強してます。ありがとうございます。いつもこれ私間違えて、なんだっけ、ストローかと思ってやってしまうから、ね、ちょっと今のうちに、取ろう。じゃあ乾杯。乾杯。うん、美味しい。生絞りだって。生絞り。美味しい。サウージだっけ。サウージ。サウージ。じゃあもう一度。ウニとこれ何ですかね。牛です。これもうね、卵もあり。最高な組み合わせ。はい、ありがとうございます。いやいや、お肉って肉いいよね。お肉はでもさ、ブラジル肉すごいうまいじゃん。肉うまいけど、やっぱりこの前久々に、まあ、アマゾンのマナオス、私の出身ですけど、うん、久々に帰ったら硬いなって感じ。あ、そうなんだ。うまいけど、その日本だと柔らかいのが一番うまいってなるんじゃないですか。ブラジルだと結構硬いです。 あと脂肪あんまりない。あんまりない。でも脂肪が多い、うまいよなって思う。なんか揚げた玉ねぎがね、最高。うん、素敵。いつもは何、自炊してるの？偉い。いつも作る。何作ってるの？ブラジル料理？それとも日本食？今日はね、笑わないでください。今日は豚の味噌汁って何て言うんだっけ？豚汁。今日は豚汁。豚汁なの。豚汁結構最高。この好きなんですよ。簡単だし、ヘルシーだし、ちょうどいい。この冬には。確かに、もう温まるよね。野菜を入れて、味噌汁入れ、味噌入れて、で豚肉入れて、もう完璧。ブラジル料理はね、そんなにその豆とかさ、手に入らないから、名古屋に帰らないと。名古屋お母さん住んでるんですよ。で、名古屋結構ブラジルのスーパーが多くて、それで買ってるんですよ。ブラジルの料理ってどういう料理があるんですか？例えばお母さん、名古屋に帰ってお母さんが作ってくれる料理ってどういうの？有名なフェイジョン。フェイジョンっていうのはなんか豆料理なんですよ。豆料理が多くて、もう日本人って毎日米食べるんじゃないですか。ブラジル人は毎日のように豆料理を食べます。豆が主食だよね。こんな感じですね。これを肉と一緒に食べてるんですね。スープが多い。そのビタミンとか、そう、結構だからみんなでかくなるんだけど、ヘルシーらしいです。食べ過ぎるだとちょっとでかくなるけど、お尻とかケツがでかくなる。だからブラジル人はケツがでかいです。なるほどね。これ食べてるから。そう、これはね、そこに行っちゃう、ちょうど。フェイジョンっていうのは、これ豆のこと？豆のこと。料理のこともフェイジョンって言う。そうなんだ。で、フェイジョアーガが、豚肉を入った、こんな感じですよ。あ、超うまそうじゃん、これ。これはね、豚肉とかいろいろ入ってて、それに黒い豆を使って。黒い豆なんですか？そう、それをご飯と一緒に食べる。やばそう。それ一番私食べたいと思うけど、日本のスーパーには売ってなくて、健康に行ってない。ここまで熱いのはすごい、ね、これ何なのって思うぐらい簡単。もうそのまま切って、そのまま、うん、ね、もうこんぐらいですよ。もう多分2-3センチぐらい。去年東京に越してきたんです。名古屋から。大学生してて、退学して。あ、そうなんだ。そう、ちょっとあんまりなんかね、大学行ってて違うのかなって感じをして。はいはいはい。本当に4年間ここで勉強したいのかな。本当は1日目で辞めたんですけど、で1年ぐらいアメリカに行って、で帰ってきて、でもやっぱりまた名古屋に住みたくない。もうずっと日本に来てから10年もずっと名古屋だし、なんか東京に行かないと。なんか東京はみんななんか戦いに来てるところの感じがするから、みんな夢を持って来てるから、私も女優になりたいなと思って演技勉強して、やっぱりハリウッドを目指してるんですけど、でもまず
東京でいろいろ経験を得てから行きたいなと思ってる。 LA に行きたいです。もう行きたいというか行くしかない。私はあんまりやりたいことをやってしまうタイプだから。銭たんじゃん。ちなみに今はやばいね。アマゾンってちょっとアマゾンのマナオス、アマゾンの街っていうのマナオスなんですけど、もう本当にもうビルしかない。そうなんだ。ちょっと写真を見せようかな。アマゾンのイメージがジャングルだから。アマゾンの中だけど、街、アマゾンの街でビルしかない。だから森とか動物とかあんまり見たことない。みんな勘違いする。勘違いだよ、それは。こんなところなんですよ。これがマナオス。こんなにビルばっかなの。まあ、もちろん川とかアマゾン川が流れてるんですけど、うん、普通にここがあの観光者がよく行くところで、ほらこんな感じで夜になるとビルがたくさんで、これあのワールドカップのサッカーでやったりとか。はいはいはい。そうそう、これはアマゾンの中だけど、普通に森の中ではない。肉はレア気味がいい、それともミディアム的な感じ。ミディアムですね。あ、ごめんなさい、ステーキのサーロイン。これが、はい、そうです。これが極上ロースの焼き上がりです。軽く焼いていただいて、こちらポン酢の方が、はい、こちらが上カルビです。隣が上ロースになります。これ何のカルビ食べるの？それはレモンがいい。ってことは？あ、はい。でね、塩かけていいの？うん。熱い牛タンいただきます。うん。これはね、最高。この牛肉は、近江牛ってわかる？近江牛っていう肉があって。何それ、初めて。地名が近江。近江屋じゃない。近江屋じゃない。滋賀県ってわかる？滋賀のお肉なんだ。そう、滋賀のお肉。ってことは素敵なお肉。素敵なお肉。日本の中でも結構トップクラス。うわです。うわー、こんな肉食べさせてくれる。でもやっぱりなんか分かるんですよね、安い肉と高い肉って。やっぱり分かる。あー、こうやってやってね、ブラインフォルダーみたいな感じにされても分かる。これは分かる。これはね、これホルモンね。ホルモン。ブブー、私は食べれない。これがハラミ。うわ、食べれる。赤身。うわ、食べれる。ロース。食べれる。で、これがサーロイン。何それ、いい肉。いい肉。うん、じゃあ食べれる。じゃあサーロイン。初めて多分サーロイン食べる。いつも私は焼肉行く時は、うん、必ず ロースと、うん、あとなんだっけ、ハラミ。ハラミ。ハラミとロースだけ、のみ。サーロイン。あ、素敵。柔らかい。硬そうかと思ったけど、いや、めっちゃくちゃ柔らかい。これは？これはロース？うん、ロースはうまい。これ、こっちがいい。オッケーオッケー。はい、ありがとうございます。とてます。これは溶ける。うん。もう、とろいな。うん、本当に柔らかい。見た目のように柔らかい。だってとろけるもん、こうやってうわーってとろける。分かる。さすが日本の肉。あと切り方がちょうどいいよね。薄い切り方するからもうちょうどいい。薄いね。昔はね、私慣れてなくて、なんで分厚いにしないの。ブラジル人分厚い肉しか食べないから。そうなんだ。なんで日本ってそんな薄い切り方するの。でもやっぱりふわーってするから、ね、最高。当てます。シュラスコでもうまいよ。めちゃくちゃうまい。シュラスコね、最高。あれってなんか牛肉をこう切って
そのまま食べる、それともなんかちょっと巻いたり、混ぜた感じで食べた方がみんな美味しいって感じだから、それぞれ食べ方があるんですけど、私はやっぱり自分の家族も全員混ぜてから食べる。だから肉を口に入れると必ずその後も何か入れたくなるんですよ。混ぜたい。日本人もやっぱりさ、口の中で混ぜて一緒に食べるみたいな。そう、ニンニクはもうベース、ラジルのベースはもう必ずニンニクはあるんですよ。豆量を、はいはい、米にも入れるニンニク。そう、口臭いかもしれんけど生ニンニクをニンニクおろしを入れるんだ。入れて、でそれでその炊いて、炊いて炊いて、それですごい私は好き。美味しそう。俺もすごい思うけど、日本ってニンニク高いなって思うんですね。中国産は安いんだけど、日本産はめちゃくちゃ高い。でもやっぱりブラジル人はね、ニンニク安いし毎日使う、何でもにも入れる。なんかやっぱり日本で一番食べたいと思うのがね、ブラジルの料理、アマゾン川の魚。ここには売ってない。売ってるとしてもみんなはその熱帯魚屋さん、すっごい高いの、10万とかする魚。それはもう、え、待って、ブラジルで100円とかで買って食べてるのに、こっちはみんな買ってその見てるの、ずっと熱帯魚が好きな人で、それで餌あげて見てるの。私は美味しそうって思ってるのに。あ、そうなんだ。食べたい、でも高すぎるから。なんか面白い、そういうところは。アロワナ、例えばアロワナ、アロワナ、ピラルクとか、ピラニア、ピラニアももちろんある。フライドピラニア、あ、見る。なんてやつ。これはね、ブラジル、ポルトガル語ではピラルクだけど、多分日本語ではアロワナっていうの。焼きたい、スープにしたいけど、日本人は高いのに買って、それをペットとしてね、これですね。それが一番私食べたい。でも絶対に売ってない、日本で。食べたいから10万も魚に使わないし、だったら10万で、ね、ブラジルまでのチケット買って。そうだね、確かにね。紙コップ、紙コップ行きたい。ちょうど今週ダイエット始めたんですよね。でも今日だけは大丈夫。あ、今日はね、うん、らしく。ビールとかワインは、ワインはもう無理して飲む。ワインは肌にいいって聞いてるから。あ、健康にいいと。イタリア人とかみんないっぱい飲むから肌がいいから。日本酒は、日本酒は絶対飲めないかもしれない。絶対飲めない。もう匂いだけでなんかアルコールじゃんって感じ。アルコールはそのまま入れた感じがする。なんかいろんな、私一回だけ居酒屋で働いたことあるんですけど、もう、あの日本酒だけでもメニューがもう分厚いのがあって、いっぱいあって、だってアルコールの匂いが全部一緒の匂いがするんですよね。味は飲んだことないけど、そんな味が違うんですかね。味違う、めちゃくちゃ違う、うん、でも本当に分かんない、なんでそんな日本酒多いの、種類。いや、だからもうなんつーの、その地域によって米が違うじゃん、うん、日本酒って米からできてるから。あ、米からできてるの。そう、その作り方も違うし。米からできてるんだ、日本酒って。そう、初めて聞いた。よし、どん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 。うまい。絶対来ないくらいデリシア。デリシア。デリシア。結構最近ね、ブラジル人がね、結構うまみっていう言葉を使うんですよ。うまみっていうのが、もう口の中でも説明できないエクスプロージョンのこと、うまみっていうの。そう。もう甘いのと塩いのとも全部混ざった感じで、うまみって使ってるんですよ。普通にポルトガル語で。そのブラジル人が言う、言ってる、そのまま。ポルトガル語でバーッと喋って、で、これは、あ、これをうまみを感じるみたいな。それは日本語の言葉から来てるよねって思いながら。そう、だからこの肉はね、うまみ。もうエクスプロージョンする。てかわさびがあるんだ。わさびあるよ。なんで？いや、わさびと肉って合うんだよ、結構。日本の味がわかないわ。え、スパイス好きじゃん。スパイスは好きだけど、わさびは鼻から出る、なんかちょっと違う変な感じがする。それは何でしたっけ、忘れた。これは、ハラミ。うまみじゃない、ハラミ。まあ、うまみだよ、これ。これはエクスプロージョンするから。でも、それもうまみを感じる。でも多分どっちとも一緒。ちょっと待って、やばい、これ超うまい。うまい。エクスプロード、うまみ、うまみ。多分塩がかけたから。そうかもしれない。うまみやこれ。
やばうん、最高これうまいね最高やんでさ、レバノンはさ、どうなの？あ、レバノンは、みんなはもう勘違いするもうレバノンってさ、みんなまずテレビに出ない日本のテレビ、あんまり、うん、レバノンってどこって聞かれることが多いあのレバ、レバって言われるでも、うん、あのレバノン私10歳の頃にいたことあるんですよ今までずっとお父さんにレバノンいいところばっかり教えてもらったけどやっぱり周りの人が戦争危ないね宗教がスラム教だからみんな厳しい絶対ダメなところですそれイメージするんですよでも実際初めて10歳の頃は おじいちゃん出会ったことないおじいちゃんが死にそうな状態になっちゃってやっぱり行くしかないってなってお母さんも心配しててでもお父さんはあの行ってほしい、ね、で一緒にお父さんも一緒に行ったんですけどレバノお父さんの方がレバノン人お父さんがレバノン人でもブラジルに住んでるんですよ ね、 一緒に住んでたからでレバノン行ったらもう世界一綺麗な場所じゃないかって思ったぐらいあそうかもうヨーロッパの感じがするまずでその建物とかでその現代なものとかもあるんですけど、うん、昔のものとかも私の家はもう山の家だったんです私の家族の家もう綺麗だしどの家にもブドウの木とかがあるんですよブドウのなんか葉っぱとかブドウでその有名な料理があるんですけどもうロールキャベツみたいなんていう名前シャルトアラビちょっと待ってこれをブドウの葉っぱでやったバージョン、ちょっと美味しそうなんだけどがあのこれは私はすごいレバノンで食べてたけどやっぱり一回だけその中東のレストランにレバノンで行ったんですけどやっぱり味が違う向こうで食べないと感じないあとホムスとか向こうあと何が有名なのかというとヤギの肉ヤギの肉がすごい有名だしレバノン結構綺麗でしたあと危ない感じは全くしなかったし もちろんスラム教の国なんですけど半分がクリスト教で半分がスラム教だからそうなんもうゲイが同時に手つないで歩いてるところも見えるしもう全身隠してる女性もいるしもうその混ぜた感じがして私はすっごいレバノンはもっと観光者が行くべきなって思ったもう人々が優しいしみんな頭がいいから必ずアラブ語以外で話せるんです私ポルトガル語で話してたらもう普通にアラブ人がもうあ理解できるよあなたが言ってることとかさもう危ないもう悪口言えないでも英語もみんな喋れるしポルトガル語もなぜかわからないけど喋れる人が多いフランス語が2カ国語になるフランス語を習ってるんですよ学校でもやっぱりニュースにならないですよねそのいいところ日本人がすごいレバノンどこって調べると日本人が行っちゃダメなところの感じになるんですよブラジルに行った方が危ないかもブラジル行った方が狙われる気がするでも私はすごいいい経験しかなかったから場所も綺麗人々も最高もうびっくりした今まで言われたことと真逆だからもうびっくりするそこはレバノンなんていうの首都あレバノンの首都はベイルーツベイルーツね、うん、あのホムスとか、うん、あとヨーグルトで作ったものでパンと一緒に食べるのが多いんですよね美味しそうでババガヌーシュババガヌーシュっていうのね、うん、あのナスで焼いてペーストを作るあだからすごいなんかヘルシーなんですよこれ一番好きでハーブがたくさんあるサラダ、うん、これはタブーリって言ってでこのこういったパンで食べるんですよねいやもう日本にないからすっごい食べたくなるなって感じあとデザートはバラのエッセンスをめっちゃ使うんですよバラの味がする、うん、すごいおしゃれだバラの、うん、ものでしか経験できない味サーロインあサーロイン1月また行く予定なんですよあそうなのお父さんちょうど久々に行きたいってなって、うんもう多分7年ぶり8年ぶり行ってるけどレバノンの問題はやっぱり仕事もねそんなにないから、はいはいはい、みんな出ちゃうんですよねレバノン、うん、うん、割れちゃったねじゃあしょうがないから、はい、私もしょうがないからじゃあちょっとだけねああでもいらない気がするよそんななんか俺がなんか無理やりやらせたの無理やり頼まれたけどうんでもうまいわブラジルすごいね、アマゾン行きたいもんね今なんか、うん、アマゾンはいいよでも注射とか打たないといけないみたい初めて行ったないんですけど病気日本人ってすごいここすごいいいところすぎて
クリーンすぎて、あのクリーンすぎて日本人がね慣れてないんですよ、汚いところだからすぐ病気になるから、そうやって私も友達と行こうとしたら日本人だからワクチンをやらないといけないみたいな。観光でさ、じゃあアマゾン行きましたって言ったらさ、でもさっき写真見たらめっちゃ都会じゃない。あのアマゾンはね、あのピンクドルフィンズ、ピンクドルフィンズがね、アマゾン川のドルフィンズって言ってるのが私が一番ね、みんなに見、みんなが、うん、すごい可愛いで、魚をあげて、これ行ったんですよ。見て、このアマゾン川って黒いなんですけど、ちょっとピンク色した感じがして、ほら本当だ、これアマゾン川のドルフィンズ。あ、そうなんだ。すごい可愛い。あともちろんこれが一番観光者が行くところ、ミュージアムとか教会とか、あとやっぱり食事の経験が一番なんですよ。アマゾンにしかないフルーツ、アマゾンにしかない魚、やっぱりブラジル人、他のブラジルにもアクセスできない。うん、遠い。本物のアサイはアマゾンにしか、アサイ、はいはいはい、魚と一緒に食べるもん。そうなんだ。え、びっくりする。あの日本で売ってるアサイとかも全然違う。フェイク見てもエビと一緒に食べるもん、アサイ。こんぐらい。マジで、これはね、日本人が食べてるアサイはめちゃくちゃ砂糖入れて、めちゃくちゃなんか混ざった、いろんなものが混ざってみんな食べてるから薄いんですよ。本当のアサイはみんな多分飲めないぐらい濃い。そうなんだ。で、苦い。でも健康にめちゃくちゃいいっていう。健康にはいい。もう疲れてる人にはぴったり、うん、私はね、料理人ですよ、本当は。モスバーガーで働いてこんな感じでやります。ありがとう。あのねワンショットだけいいですよ。私日本酒初めてだよ、本当に。これアルコールの匂いしかしない。いや、これはめちゃくちゃ米の味。サウージ、サウージ、サウージ、サウージ。うん、これ、うん、うん、これなんか違うね。違うでしょ。これブドウの味するじゃん。そうそう、これこれ米だよ。米なのこれ。米ワインみたいでしょ。待って、日本酒好きかも。ワインっぽいだけど、ワインより甘い感じがする。すごく、確かに、すごいね。このブドウの味みたいにするって思わなかった。日本人ってそんなお酒好きなんですか。びっくりするぐらい日本人ってお酒好きなんだよね。いや、でもサラリーマン、特にサラリーマンで飲まない人見たことないわ。まあ付き合いとかもあるだろ。そうだよね、無理やり飲んでるよね、みんな。で、無理やり飲むことに対してもう好きになっちゃうから、若いのにおっさんみたいに飲む。いや、でもあれじゃん、ブラジルでやってカイペリーニャとかさ。分かってますね。すごいパーティーしてる人ばっかり飲むんですよね、カイペリーニャ。クラブとか行くとさ、そう、その仕事帰りでなんか付き合いで飲みに行くっていうのなかなかない。みんなは、ね、仕事終わったらもう帰る、家族が待ってるから帰るみたいな。ブラジルのビールはもう缶で来るから缶。みんな缶ビールめっちゃ飲む。そうなんだ。そのバーとか行くと、うん、缶が出てくるの。すごい。なんてやつ。瓶ビールも出てくるけど缶の方が多い。スコール、スコールが有名。スコールって意味だな。ちょっと調べる。あ、それ、あ、懐かしい。懐かしいって。それ おじいちゃんめっちゃ飲んでたわ。あ、そうなんだ。もうめっちゃ飲む。もういつも酔っ払ってたわ、それで。そうだね。スプーン持ってきてないと食べれないじゃないですか。これはね、あれなんだね、こうやって。あ、そういうことなんだ。手で食べるんだね。そう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 。あ、サンドイッチか、これ。モナカだから。あ、それがモナカ。素敵だね。なんかポップってうまいよね。何それ。ティー。ちょっと疑ってる。ティーだから。あ、そういう日本のそういうところ最後にこうティーを出して。そうそう、日本のそういうところが大好きなんです。だってちょうど合うもん。これはもう最高の道。これはね、組み合わせが素敵。え、全部食べていいの。もちろん。うちが頼んだから。うん。あ、焼肉は本当に日本で一番好き。いろんな肉をこうやってみんなで焼いて食べてゆっくりと話しながら。で、今日初めてあの日本酒を飲んで、すごい意外にブドウの味がして甘いなって思ってびっくりした。楽しかった。この経験させてありがとうございます。ありがとう。あと、ありがとう。バイバイ。